はい、工房節の永田です。くさびと書いて節と呼びます。今日はペンランドカフェさんの方に納品に来ました。ということはこの後岡崎のペンザーレイ竹内さんの方にも納品行きます。そして先日は大垣川崎文具店さんの方にも納品行ってきました。ここ週末は東海地方の取扱店さんに納品、今年最後の納品行っております。まあ、ペンランドカフェさんいつも変わらずヴィンテージ系が多いですね。まあ、こちらの方にはヴィンテージじゃない普通の一般のものもあるんですけども、ね、カスタム漆ね、なんでオレンジないんだろうって僕すごいいつも疑問に思うんですよね。カスタム漆一回使ってみたいなと思います。はい、まあ、他にもいろいろあるんですけども、ボールペン、そしてペンシルの方納品してきましたが、一応ネットの方で販売となります。近々、今年中に販売できるんですかね、来年ですかね。今年中に出せます。だそうです。よろしくお願いします。そして、ペントレー、自分で磨く自作のやつですね。短いのと長いのと、こちらの方は、ネット販売なし、取扱店ではネット販売なしとなっておりますので、もし来られた方ね、欲しい方よければ自分でやってみてください。はい、ちょっとヴィンテージ、なんか最近おすすめのヴィンテージあります？どうですか？ガラス越しに映ってますけど。これはカーカーデューホルド、ちょっと小さいですよね。うん、これシニア、ビッグレッドの一番でかいやつ。これででかいやつ。あ、そっか、僕のなんかイメージと違うな。でも僕もパーカー今ちょっと欲しいなとは思ってるんですけどね。ガチニブで1926年ぐらいですよ。ふるうわ、吸入はボタンフィル、話す、もう一回、ね、ボタンを押して中のゴムを潰して、うん、で離せばゴムが勝手に膨れてインクが吸入する。スポイトと同じ考え方で、ゴム潰し、当然新しいゴムにチェンジしてあります。どうぞ。そのデューホールドなんだ。いかず、インク入ってるんですか？入ってます。この時代の割には硬いペン先、うん、この時代のパーカーは、うん、頑丈なマネースを売りにしとったので、うん、ペン先も大体硬い。そう、ディオポールドはもう全部ガチニブっていうイメージはあるんですけど、うん、全部とは限らない。あ、そうなんだ。でかいですもんね、うん、ペン先。これがシニア、うん、まあ、やはりビッグレッドといえばシニア、うん、そう。ちょっとね、あの150周年でしたっけ、パーカーの、うん、ユーフォールドのこのオレンジだけじゃなくてすごい細かい模様のやつが出てるじゃないですか。あれめっちゃ欲しいんですよ。あれを狙ってるんですけどね、なかなかなくってね。なるほど。ちょっとあったら欲しいなとは思ってはいるんですけど、そう、そう、パーカー買うならね、やっぱユーフォールドね、まずこれだろう。主役はやはりデューホールド、ね、ですよね。100年以上主役、うん、いいね。
そう、一回お客さんに書かせてもらったことあるんですけど、お客さんのやつよりもちょっと柔らかい。ペン先が？うん。なるほど。まあ、うん、当然、個体差が普通にある時代だもん、ね、うん。そうそう。多分、もっともっと新しい時代のやつだと思ったんですけど、まあ、その辺は硬い。基本、現代に近づくやつからこそ硬いし。硬いですよね。あの、うん、もう全自動みたいなもんで作られるから、みんな一緒。うん。いや、いいな。まあ、でも、ヴィンテージまで行くと、本当に、お金いくらあっても誰も難しいですけど、でも自分の好みのマネース、そう、皆さんね、あの、まあ、僕も含めてお店とかにもそうなんですけど、何がおすすめですかとかって、一番最初使うペンマネースって何ですかっていう質問もすごい来るんですけどね、うん、そんなに高いやつはいらないと思うんですけど、安いやつでいいと思うんですけど、それでもね、たくさん書いて、いろんなものをたくさん試して自分がいいなって思うやつを使うのがねベストだと思うんですけど、マネスで本当同じものでもすごい個体差があるので、人が言うそのいい悪いっていうのはね、自分に当てはまらないことがすんごい多いんですよ。なのでね、お店に行こう、お店に行っていろいろ試してもらって、でそれで自分に合った一本を選ぶのがねすごいいいと思うんです。そういうのね、マネスはね楽しんでほしいなと思います。というわけで、あの名古屋の場合はね、ここペーナルカフェさんとってもいいと思うので一回来てください。で、そうペン先調整もね、あのしてもらえるお店って全国にたくさんあるんですけど、もちろん百貨店とか店舗さんとかで出張調整とかもありますし、こうやって固定店舗でしてくれるお店もありますので、ぜひぜひ万年筆ね、あの使いたいなと思う人はそういうとこ行っていただけるとありがたいです。はい、というわけで、まあそのついでにね、工房説の商品も見ていただければなっていうとこです。革商品もあります。はい、というわけで少し長くなりましたが、こんな感じで、さあこの後竹内さんのとこ行って納品していきます。またね、竹内さんの方はネット販売ありません。実店舗のみです。で、これも置いていきます。ということで、年末年始ね、あの、行っていただいて楽しんでいただければなと思います。またまたよろしくお願いします。